西脇勝次は、半導体デバイス及びファームウェアのエンジニア。元沖電気工業株式会社、オプティカルコンポーネントカンパニープレジデントを経て、元沖エンジニアリング株式会社上務取締役。元日本バレーボール協会業務執行理事、事務局長。元国際バレーボール連盟ルール委員会委員。1975年沖電気工業に入社。 バイポーラ型半導体のレイアウト設計に従事。1978年10月、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララの米国市会社に出向。1980年12月、電子デバイス事業部総合技術部マイコン技術部、マイコンシステム化移動。1988年4月電子デバイス、営業本部 SE 部へ移動。カスタマーエンジニアとして、 ワンチップマイコンの AP システム開発を担当。2003年4月沖コンポーネントカンパニープレジデント2004年4月、沖エンジニアリング株式会社取締役2010年4月同常務取締役、2013年10月退任。1997年4月から2007年3月日本バレーボール。 協会審判規則委員会委員1997年4月から2001年3月同、国際協議委員会委員2001年4月から2007年3月同運営理事2012年6月から2013年10月同、国際事業本部長2013年11月から2015年3月同業務執行理事事務局長兼国際事業本部長2014年から 日本バレーボールリーグ機構理事を兼務。1986年11月から2006年10月、国際バレーボール連盟ルール委員会委員。2006年11月から2015年7月、国際バレーボール連盟ワールドリーグスーパーバイザー。2012年1月から2015年11月、アジアバレーボール連盟スポーツイベントカウンシル委員。 2013年10月から2015年11月、国際バレーボール連盟スポーツイベントカウンシル委員。ありがとうございます。